金草岳は近畿地方最北東部、中部地方西部に位置し、滋賀県長浜市場、草野地区と岐阜県伊比郡伊比川町の境界に、所在する標高1317メートルの山、伊吹山地に属する。滋賀県内では、伊吹山に次ぐ標高第二位の山であり、また、関西百名山及び岐阜百山に選定されている。かつて、 滋賀県側の麓では、のた、または、三谷と呼ばれていた。草の川東又谷だにに古い鉱山跡があり、周辺には、製鉄遺跡がある。鉱石を養成する際に生じる金くそが、三名の由来であるとする説がある。1824年の、小え図には、金すそが学と記載されている。民話の、竹部島の話で伊吹山に首を切られて、 いぶき山より低い山になったと伝えられている。山頂周辺は、ブナやミズナラなどの落葉紅葉樹が多く、南山腹に鳥越林道が開設されその周辺の地域では、杉など針葉樹の植林地になっている。連城の頭の周辺は、ブナ林となっている。11月上旬頃にモミジなどの紅葉が見られる。金草岳が属するいぶき山地は、冬には、 日本海側からの雪雲の流れ込みが多く、豪雪地帯である。山頂に、野田の日雪と呼ばれる残雪が遅くまで残る。金草岳の南東に隣接する地域には、グランスの多く息吹がある。白倉学から望む金草岳春先に、登山道脇で見られる片栗春先には、登山道周辺では、岩鏡、片栗、拳、少女バカマなどの花が咲く。 低寒木に覆われた平らな山頂は、無雪期にはあまり展望が優れない。樹幹からは、白山、伊吹山などの周辺の山や琵琶湖が望めることがある。登山口となる場所には、一般のキャンプ場である、鉱山キャンプ場がある。登山道周辺には、山小屋やキャンプ指定地はなく、日帰りの登山が一般的である。 6月中旬頃まで残雪があり、夏から秋にかけて登山者が訪れる。6月初旬に長浜観光協会が鉱山キャンプ場で金草岳夏山登山者安全祈願祭を開催している。以下の3ルートの登山道がある。このうち鳥越峠からのルートが最短であり、利用者が多い。金草岳の周辺の山いぶき山からの北側の 展望山頂のすぐ北側に四等三角点がある。西隣には二等三角点のある白倉岳がある。以下の源流となる河川は、前社は琵琶湖へ、後二社は伊勢湾へ流れる。ありがとうございます。